食欲の秋に今が旬の食材を求めて諫早市森山町にやってきました。今日は地元でしか食べられないと噂の幻の食材です。ふと目を向けるとあたりはすっかり秋めいてきました。今回お邪魔したのは広大な水田の中にあるこちらの一角。もうこちらで作業されてらっしゃいますね。何の畑なんでしょうか。こんにちは、今日よろしくお願いします。あ、こんにちは。今日の幻の食材、笑顔が素敵な吉村照之さんに教えてもらいます。吉村さん、はい、もう手が泥だらけですけども、はい、今日のこれからがまさに旬ですかね、はい、食材何でしょうか。レンコンですね。レンコン、特に幻のカラコレンコン、美味しいですよ。カラコレンコンは諫早市森山町のカラコ地区だけで作られる希少なレンコンです。1000年以上前からあると言われるこのカラコレンコンは生産量が少なく、今では作っているのは十数軒のみ。ほとんど地元でしか流通していないため幻のレンコンと言われています。早速着替えて幻のレンコン掘りに向かいます。飛び込まないように、はい、うわっ、おおおお、はい、吉村さん、はい、結構これ足取られますね、はい、深いですよ。おおお、こちらの田んぼ、足を踏み入れると見た目以上にみるみるうちに沈んでいきどう、ごめんなさい、はい、もうレンコン掘る前に僕の足を掘ってもらって、はい、ごめんなさい。あ、こっち、あ、こっち、はい、前に、はい、レンコンを掘る前から一苦労です。気を取り直してレンコンの収穫へ。これも見た目以上に大変な作業なんです。これも全部手作業なんですか。そうですよ、これ非常に軽いから、出たんだから、はいはい、あの水圧でしたらこれが浮いて水と一緒に流れしまうんですね。なるほど。そしたらもう水入れたらこういう風に人間が入れないです、はい、なるほど。だから機械化ができないんですね。だからもうあの面積がずっと減っていって立場そこにありますね。ここ唐子地区は奈良時代の文献にも残されているほど古くから続くレンコンの里。この地ならではの肥沃な泥炭の土が幻の唐子レンコンを育むといいます。これでも本当に幻のレンコンですね。まさに本当に丁寧に手で掘り進めること10分。あ、見えてきましたね、はい、これからこっちにです、ね、あ、来た、はい、いける、見て押さえて、はい、あ、すごい来た、よっしゃ、出てきた、カラコレンコン、あの食べるのはこれが美味しいですね。あ、そうなんですね、はいはい、これもう色結構白いですね。そう、ここあのこのレンコンの特徴ですね。あ、はいはい、うちの奥さんみたいに色白いですね。あら、奥様みたいに、はい、え、それじゃあ、はい、後で奥様が、はい、料理作ってきますよ。あら、本当ですかいや、体験してみると手作業で掘り進めるのは本当に大変な作業。しかしこの土壌で手間暇かけて育てることでカラコレンコンならではの粘り、そして独特の旨味が出るといいます。こんなに糸引くんですね。だからこそ、ね、一本一本、ね、吉村さんの思いがぎゅっと詰まっています。これだけ苦労して取ると味も そうですね、まあ、格別ですね。やっぱりこの収穫した喜びというのがですね、きついが上に余計感じますね。それでは待ちに待ったカラコレンコンの絶品レシピ、吉村さんのお宅にお邪魔しました。どうぞ。お邪魔します。あ、もういない、うちの家内です。あ、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。カラコレンコンのような美肌、奥様の節子さんです。今日はですね、あのレンコンのお煮しめ、レンコン煮しめ、あの全然水入れないんですけど、炒め煮みたいな感じなんですけれども、あのとても美味しいんです。クジラで味付けます。
レンコンは泥をしっかり落としてさっと皮を剥きます。切り方には節子さんのこだわりが。このくらいすごく斜めに切った方がこの味の染み方と食感が違ってきますので。高温に熱した油に切ったレンコン、湯かけクジラ、長崎の淡木を投入。ここに砂糖は少し多め、薄口醤油、本みりん、酒を少々入れます。これを焦げ付かないように混ぜ合わせます。冷めたら火を入れていくこと、まあ、4、5回でも繰り返されれば美味しいです。この地域では正月の食卓にも並ぶ郷土料理、吉村家特製のたらこれんこんの煮しめです。さらに料理上手な節子さんがパパッと2品作ってくれました。食感を変えるために縦に切った皮付きれんこんをオリーブオイルで炒め、ガーリックパウダー、塩コショウで味付けると、たらこれんこんのガーリック炒めの完成です。さらに薄くスライスしたれんこんにさっと熱湯をかけます。これを氷水で冷やすと、なんとたらこれんこんの刺身が出来上がりました。たらこれんこんがもちろん主役、多彩な表情の3品がテーブルに並びました。吉村さんのお宅の庭で秋の風を感じながらいただきます。いただきます。まずは吉村家の味、たらこれんこんの煮しめのお味は。あ、シャキシャキの中にホクホクがあって、またこのクジラの旨味もね、れんこんの中に詰まってますね。ちゃんと出てます。美味しいです。今からもだん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 美味しくなるので、れんこんもですね。続いて想像がつかないたらこれんこんの刺身。食感がいいです。いいですね。シャキシャキで、いいですね。本当にこうやっぱりこう取れたて新鮮じゃないと食べられないですね。ガーリック炒めはもちろん。これおつまみにね。おつまみ。本当にいろんな楽しみ方ができますね、レンコン。私も嫁いでから初めてたらこレンコンしたんですけれど、本当料理するたびにいろんなこうイメージが浮かんでですね、かも美味しさは他の方にも共有していただきたいなと思ってですね。せっかくこういうレンコンが、よそと違ったレンコンがここにあるわけですから、このレンコンをね、できたくないが本当にこう皆さんが届けられればなと、そしてこの地を知っていただければなと、もうそういう願いだけですね。そうなんですか。あら、幻のたらこれんこんは諫早市森山町にある直売所もぎたて市などで販売しています。シーズンは4月上旬まで続きますが、吉村さんが育てたたらこれんこんは年内には売り切れるそうですよ。今が旬、諫早市森山町で地元への願いを込めて作られ続ける吉村さんの幻のたらこれんこん、いただきました。